こんばんは。 上前です、えー。皆さんいかがお過ごしでしょうか本日はですね、インスタ360のエースプロというね、えー、アクションカメラ。私はね、アクションカメラプラス、むしろ Vlog カメラ要素の方も結構強いというような、えー、カメラとしてね、捉えているんですけど、まあ、このカメラをね、購入して約1ヶ月ぐらいね、経つので、この間、ガシガシ、このカメラをね、使って色々私なりに、ね、テストとかしてきたんですけど、そのね、ちょっとまとめレビューをね、したいと思っております。で、あの、これね、 ポケット3このカメラとね結構併用していろいろ撮影をしてきたんですけどこの2つのカメラをね使う上で、まあ、期待できるねシーンご事の、まあ、いいポイントだったり暗証にえ結構いいよという風なえカメラになっていますので、まあ、そのね比較映像なんかもちょっと出しながらねえ皆さんにね紹介していきたいと思います、まあ、一番ねやっぱり違うかなと思うのはこのジンバルがついてるっていうこととジンバルがないっていうこの構造この構造で、まあ、違いがあるっていうのは、まあ、手ぶれ細胞 特にこのジンバルがついてると有益であるシチュエーションといったら暗所でのね撮影になってくるんですよ。夜になるとアクションカメラってねやっぱ比較的あんまり耐性がないというかですね中のソフトウェアでね補正をかけているので、まあ、その時に起こる、まあ、こういうねあのにじみだとか現象があるんですけどその従来のシステムをこのピュアビデオモードっていう AI チップによるノイズリアクションだったりとか低照度手ぶれ補正入ることによって、まあ、かなりね安定させると。じゃあ 実際この2つの、ね、カメラで低照度の、ね、環境下の中で、まあ、どういうふうな、ね、違いがあるのかっていうのを皆さんに映像をお見せしたいと思います。<music> といかかがだったでしょうか、まあ、メカニカルなジンバルがついてる、まあ、ポケット3に対してこのエースプロねかなり頑張ってるんじゃないかと思いましたにじみが完全にないわけじゃないんですよ見えるシーンもあったりするんですけど想像してたよりも少ないっていうのがかなりポイントでこの2つの動画を比較するとポケット3の方がね安定してるところだとか暗所でもやっぱ解像度はすごくいいなと思いましたでもエースプロも映像としてはね私は全然見やすいと思って、まあ、明るさもありますしノイズ映像的なクオリティ でいうとここがね結構違いがあるんですけどピュアビデオモードにするとやっぱりノイズリダクションをする分やっぱ滑らかに映像しているので、まあ、その分でまあ解像度がちょっと落ちる部分もあるのかなっていう感じはするんですよ逆に言うとポケット3はノイズの部分でエースプレイよりもちょっと目立つ時があるんですよこれはねどっちの見た目がいいかっていうのも本当好みになってくると思うので、まあ、それぞれにねそういう特徴があるということにね気づきましたでもどちらもねやっぱりこんなコンパクトのサイズで、まあ、このセンサーサイズということをやっぱ考えるとすごいなっていうのはねどっちね のね、映像を見ても、ね、やっぱ思うところだなと思いました、まあ、ということでこのカメラの、ね、詳細がわからない方もいるかもしれないので、ね、ここで、ね、このカメラがどういうカメラなのかというところを、ね、紹介していきたいと思います。 まあこのカメラのね、まあ、概要としては、まあ、1.3分の1インチセンサーで、で、絞りがね、F2.6。で、このね、レンズなんですけど、画角がね、1 6ミ、mm、リのレンズとなっております。で、解像度なんですけど、最大ね、8K の24コマまで撮れるカメラになっております。まあ、この辺がね、まあ、このサイズで 8K、まあ、すごい時代になりましたよね。4K で120コマまで。フレッチでなると240コマまでね、撮れるということで、かなりスローなね、スローモーションも撮れるという仕様になっております。で、撮影モードのね、特徴として、まあ フリーフレームモードっていうのがあるんですけど、4K で4対3のねアスペクト比で撮影をしておいて、まあとでねアプリの方で切りたい価格に切れるっていうねモードなんですけど、まあソーシャルメディアだったらま縦にしてみたりだとか、まあ、もちろん縦撮りもできるんですけど、まあ、後々まあ、そういう処理をして、まあ、書き出すことができるよというモードになっております。で、これがね結構話題のモードになるんですけど、あのピュアビデオモードっていうねモードでこれがね暗所に強い撮影モードとなっております。AI チててまあ、AI チップによるノイズリダクション処理っていうのをすることによって、まあ、ノイズがねかなり低減された映像で,でしかもこの低焦度のシチュエーションに合わせた手ブレ補正のモードっていうのがね、まあ、独立して あるわけなんですよ。これを入れると、アクションカメラのね、特有の暗い中歩いた時に光源が縦に滲んだりとかするわけなんですけど、それをね、かなり低減してくれると。こういった補正ももう動画を撮影して、まあ、保存してる時に一緒にね、書き込みされていると。まあ、撮れる動画のね、クオリティに関しての話なんですけど、4K のね、30コマまではハイダイナミックレンジの HDR 撮影が可能ということで、デフォルトで、ね、このモードは採用されていて、30コマ以下のフレームレートでね、撮れば、 暗いところも明るいところもどちらもねあの飛びすぎてたりだとかあとは暗すぎてたりとか、えー、そういう風な感じなくバランスがね取れた、まあ、見た目でね映してくれるとこれはね結構好き嫌い分かれる人がね、えー、HDR モードはいて私もスマホのね HDR モードねあんまり好きじゃなくてですね、まあ、変にねなんかサイドが上がってたりとかちょっとうさんくさいなっていう絵になりがちなんですけど、まあ、このねエースプロはね私比較的に、えー、結構自然な感じで撮れてると思いますもう一つ、まあ、面白い機能としてね 入っってているののが AI チップの能力を使ってです、ね、まあこういうちょっと面白い映像を撮ることができる、まあ、カメラとなっております。これはねこの画像をアプリに持ち込んで編集する必要はあるんですけど、まあ、その作業もねすごく簡単でね、まあ、誰でもねできるような編集内容となっております。で AI によるねワード検索なんかをしてね例えばなんか怪獣が出ているサイバーパンクみたいなとかなんかいろいろ設定ができるんですけど、まあ、映像のね途中でこういう こういういクリップを差し込んで効果を入れてみるみたいなねそんな感じでまあ使ったりもできるのかなと編集中の上前です2つよく使う機能のね紹介するのを忘れてたんでご紹介したいんですけど1つはねジェスチャーコントロール機能とでもう1個はねボイスコントロールの機能になっておりますでこれはこう画面をね、はい、見た時に手をねこうやって上げるんですよ そうすると、録画開始してくれるというジェスチャーになっております。止めるときも、この手をかざすということで、停止してくれることになっております。で、これは一時録画のときも同様で、スタートして、また一時録画ストップすることもできます。で、もう一つのね、ジェスチャー機能が、ピースをするとカメラに向かって。 写真を、ね、撮影してくれます写真モードにしてこうやってやると、まあ、3秒カウントダウンがあるんですけど動画を撮ってる最中でも一応ねこうピースすると動画を撮りながら写真を撮ることもできるんですよでもこの時の注意点としては、まあ、写真のモードだとねこうピースして3秒のカウントダウンがあるので、まあ、その間にねポーズを変えたりとかできるんですけど動画内でピースをして写真を撮る場合は、まあ、カウントダウンがないのでピースをした状態の写真が残っておりますでもう一つはねボイスコントロールということなんですけど、まあ、これはね日本語に対応してない まあ英語でねちょっとあの話しかける必要はあるんですけど自分のね手が届かないところに仕掛けたりだとか手が届きにくいところに仕掛ける時にかなりね便利でよく使っておりますということで、まあ、撮影する時はね大体この2つのコントロール機能をまあ使っているので、まあ、これもね便利ですよということでお知らせしておきますでもう一つね私が最近ねよく使っている機能で言えばですね2倍ズーム機能なんですけど 4K で撮ったら2倍ズームしても 4K の一応解像度で書き出しができてるよとい という2倍ズズーム要は16ミミミリリリからののにななるのででレンズみたいな感じで、ね、使っておりますアクションカメラってねやっぱ画角が広いので広すぎる時があるんですよ、まあ、あ Vlog 仕様では、まあ、車内撮影してみたりだとかあとはこうお店なんか行った時にあんまり周りをね映したくないあとは何かねあのお伝えしたいことがあってこう話すシーンだったりとかは周りにこうあんまり情報が入りすぎるとごちゃごちゃしちゃうので、まあ、そういう時にこう画角をね狭めてでしかも湾曲がねかなりなくなるので 自然な見た目になると、まあ、そういうシチュエーションでね,ズームをねよく使ったりりしておりますで今からねこう外観的な仕様についてねちょっとお話ししていきたいんですけど特徴的なのはこのスクリーンですよね。 はい、前にスクリーンが向くとこれのいいところとしてはですねやっぱり Vlog 仕様なんかをね吸う時2.4インチのスクリーンで見れるということでかなりね映像は見やすいです撮ってる時にね同本品もともとついてくるセット内容としてはこのまずエースプロが1つ下に今付いてるんですけどこのクイックリリースマグネットのねマウントあとこれそこがねこうペタッとなんかくっつけるような素材のやつですね、まあ、どっかに。 こうペタッととくつけておくというようよなマントです、すであとは USB-C2C C のね、ケーブルが1本。こういう感じのね、セット内容なんですけど、GoPro 持ってるんで、こういうマント結構持ってるんですけど、これをお引っ越しさせるときは、まあ、このマントがあるとすごい便利なので、これをひたすらいろんなのにつけてます。アクセサリーでクイックリリースマントもあるんですよ。この動画が上がる前にその動画が上がってるかちょっとわからないんですけど、音声環境をちょっとね、整えるためのアクセサリーをね、いろいろ買って で試してるんでそれを買う時に買うにったこのここ部分ねこれ、クイックリリースマウントなんですけど、このクイックリリースマウントはね、下に1 4分の1のネジ穴も入りながら、ここマグネット式なんで、こうやってね、GoPro のマウントも出てくると。で、上は、エースプロの爪のね、マウントが付いてて、横のボタンでね、リリースして取れるよっていうやつなんですけど、もともと付いてきたマウントと、まあ、これ、同じ規格なので、まあ、はめてね、4分の1のネジ穴がある、えー、こういうね、さっきの自撮り棒、こういうのにつけることも、 できるし GoPro マウントの何か機材があるなら、まあ、それに足を、ね、出せばくっつけることとができるとこのねクイックリリースフェートねあるとすごい便利だと思います、まあ、さらにね音声の拡張性もあるので、まあ、このねコールドシューのアクセサリーをくっつけてコールドシュー付きになってさらにそのねワイヤレス GoTo とかワイヤレスマイクを、はい、こういう風に。 付けるるようになってて、mm、ジャックと USB-C のねジャックが付いてるアダプターなんですけどこれにまあ外部マイクをね挿すことができるようになったりとか、まあ、私はね Vlog 仕様だとこのリグを組んでね撮影しております注意点としてはここのね足がね、えー、GoPro 仕様に必ずなっちゃうのでボルト紙をつけるとなので機材のお引っ越しは GoPro マウントにね変えておいた方が、まあ、使い勝手が結構いいかなという感じです今ついでにねちょっと音声が出てきたんで音声のお話をすると外部マイクを 差し込むアダプターがあるので、まあ、これを買えばね 3.5mm のねコードのマイクだと、まあ、差し使えるようになるということで,で音声調整も原因がね内部原因を上げることができて、まあ、0+3+6 だったと思うんですけどその3段階でまあ調節ができると音量がこのマイクとエースプロの組み合わせで今どれくらいになっているのかっていうのがねやっぱり分からないとその調節もできないんですけどこのマイクのねアダプターがついてると上の方にねこういうゲージ表示が出るようになります。 あ あ、あ、あ、動いてると思うんですけどこれをね目安にして今どういう音量でね入っているのかっていうのを確認できるようになります内蔵のね、まあ、音声も全然悪くないんですけど、まあ、例えば風切り音だったりとか自分がねカメラから離れてしまうような感じで、まあ、撮影するんだったら、まあ、ワイヤレスマイクとかが、ね、あるとねさらに便利なのでワイヤレスで飛ばしたいのであればアダプターをね買った方がよりねスムーズに、まあ、撮影が行えるかなと思いますで、まあ、アクセサリーの話でいくとね私が がおすすめするアクセサリーね。今見せた。あの別売りのアクセサリーとやっぱりバッテリーね。これはもう一個ぐらいはね。あの持ってた方がいいと思います。やっぱりね。小さいカメラなのでまあ、バッテリーもね。そんなにまあ、基本大きくないということで、2 5度の環境下で、えー、ハイライトアシスタントをオフにしてで 4K のね。30個まで撮った時にまあ、100分の連続撮影時間という風になってるんですけど、一応ね。急速充電対応してるのでまあ、46分でね。あのフルチャージまで持っていけるんですけど、こう1日？ みたたいなだったらで、まあ、1個使ってる間にもう一方の方をまあ充電しておくとか、えー、そういうふうにね、使うと、まあ、要領よくね、撮影できるんじゃないかと思います。はい、で、ここからですね、まあ、VlogCAM としても、私がね、さっきから、いけるよ、こいつはみたいな話をね、してると思うんですけど、最近リリースされたカメラでね、やっぱ VlogCAM として人気のカメラがね、オズ o ポケット3、まあ、さっきも言ったんですけど、2つのね、カメラを同時にね、併用して使っていたという中で、どっちのカメラにもね、やっぱりいい点っていうのが あるので、まあ、このカメラはね、やっぱりコンパクトなので、Vlog の時とかでもね、POV ショットを、まあ、撮る時に、やっぱ自分のね、このネックマウントとか仕掛けてね、POV ショットとかよく撮ってるんですけど、まあ、これがかなりいいですね。まあ、コンパクトなのでね、邪魔にならないで、あと高さがないので、やっぱこの辺のね、圧迫感もないということで、この間だったら美容師さんにね、ちょっとつけてもらったりとかして、その髪切る様子だとか、洞窟探検に行ったりしたんですけど、まあ、その時も、もうこのセット 1> 1本ででね行ったりとかとか Vlog して期待できるプラスやっぱアクションカメラでもあるので Vlog してる最中にね例えば海に入るだとか、まあ、アクションだったりとか POV 撮影もちょっと差し込みたいなみたいな時にもねどっちのシチュエーションでも使えるカメラなので、まあ、そういった意味ではねかなり柔軟性が高いなとであとはね写真を撮りたいってなった時は48メガピクセルあるんですよこのカメラちっちゃいんですけどでプラス、まあ、構造的に、まあ、一般的な、ね、こうカメラの形をしてるので、まあ、こういう感じで見て撮れるこの構造がね 私の写真がすすごいいい撮りやすいなと思いましたこのポケットスリオじゃどういうところで使ってたかっていうと美容室の撮影でもそうだったんですけどこのカメラでもう全体的なね映像を撮ったりビーロールを撮ったりしてその後にねあの食事行ったりしたんですけどそういう時にこのカメラがね生きるなっていうシチュエーションがあってその時おそばを食べたんですけどポケットスリルはね結構近づけて摂写ができるとお花だとか植物だとかそういう時はやっぱ近寄れるのでねこのカメラねすごくいいんじゃないかと思いました。ということで2つのカメラのね 特徴なんかを見ながら、このエースプロのまとめ動画なんですけど、今のところね、えー、満足しております。私がね、このカメラを購入したね、一番の理由としては、やっぱり一台のカメラでね、できることが多いという点がね、結構ポイントでした。まあ、アクションカメラなのでね、やっぱ防水だったりとか、コンパクトなので、まあ、いろんなところにま仕掛けることができると、まあ、その辺はね、やっぱりアクションカメラとしての機能もね、持ちつつ、まあ、結構オールインワン的なね、えー、ところがあったりとか、やっぱりいろんなシーンで使いやすいっていうのが一番の理由になっています。 エースプロのね、やっぱり強みは、まあそこなんじゃないかと結構思っていてですね、えー、さっきのね、美容室の、えー、シーンだったらね、まあこういう感じで鏡からね、自分を見てるような感じのアングリーで撮りたくて、キューバーマウントをつけたりして、まあ、正面からね、撮れたりだとか、まあ、私 GoPro を持ってるので、まあいろいろね、アクセサリーをもともと結構持っていてですね、そういうアクセサリーってもアクションカメラがね、始まってからやっぱりたくさんね、種類があるわけなんで、シチュエーションにあったアクセサリーを使うことでね、まあアクションスポーツもね、そうですけど、撮影だったりとか、まあ、ショットのバリエーションを増やすことができ 来たりだととか、まあ、いろんなところに仕掛けられるっていうのがやっぱ大きなな利点じゃないいでででしょうかかコメントとかでもねあのいただくんですけど、まあ、このエースプロをね、悩んでる方で、ポケット3もね、同時に悩んでる方がいらっしゃるということなんですけど、まあ、比較材料でいれば、機能性だとか、いろいろあると思うんですけど、価格帯もね、違っていて、エースプロがね、6万7千円ぐらいで売られていて、えー、ポケット3がね、7万4千円ぐらいなんですけど、まあ、これはね、自分に合ったまあ機能性とまあ予算などね、検討してね、コスパがいいカメラがね、いいと思うので、それを考えてね、決めるのが一番いいんじゃない じゃないいかと思います皆さんどうですか理想のこんなコンパクトカメラということで考えた時に何か欲しいスペックだったりとかもしくはこういうカメラだともう完璧なカメラですっていうのがねあれば是非是非コメント欄の方にね書いていただければ参考になります。ということで、えー、もしねこの動画が良かったら是非いいね評価と、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。でで皆さんままた次の動画でお会いしましょう